始めっか。はいはい、やりゃいいんだろ。忍び湧きすぎじゃない？それにこの嫌な匂い、こいつ。
楽しいな。これで終わり。じゃなくて。せいぜいあがけ、雪村の犬。誰が誰の犬だって。くそ、逃げやがった。小太郎を追い返したなら上出来だよ。ありがとね、サスケ。うちの人を狙ってるのがいるのは分かってたけど、まさか小太郎が乗り込んできてたなんて。危ないとこだったよ。サスケが手伝ってくれなきゃ見つかるのが遅れて。で、どうかした？いや、別に。風魔が逃げたのはネネが来たからだ。なんだこいつ、強えんじゃんか。どうしたの？やっぱ怖かったのかな。よしよし、もう大丈夫だからね。うっせえ、ガキ扱いすんな。次は絶対逃がさねですな。いいけど。いいね。
はあ、呼んだか。はい。なんと。まあ。
雪村様。それは なんと。貫き通す。最善となさい。チャチャ様、少しでも危ないと感じたらすぐに城下に戻りましょう。無理をなさらずとも、私が討伐しておきますゆえ。賊などに遅れを取るつもりはありません。あなたは私の心配ではなく、賊の討伐に集中なさい。はいはい、俺らは賊をパパッとやっつけることに専念しますよっと。
めを果たします。さっさと戻って休憩しますか。二人ともよくやってくれた。礼を言う。チャチャ様もご協力ありがとうございました。これくらいどうということはありません。じゃあそろそろ戻ります。あなた待ちなさい。あ、俺怪我をしています。そうなのかサスケ。ああ、これちょっとしくじったけど別に大したことない。いけません、見せなさい。これでいいでしょう。どうも。主が配下の変調に気づかなくてどうしますか、雪村。申し訳ございません。では先に戻ります。優しいところもあるんですよね。いや、チャチャ様はもともとお優しいお方だ。それがあのように頑なに振る舞われるのはやはり悲しい生い立ちゆえだろうか。そういうのが嫌なんじゃない。ん？どういうことだ。かわいそうなお姫様って見られるのが嫌なんじゃないの。ああ、それちょっとわかるかも。本人が割り切ろうと思っても周りがかわいそうな人に従うんだよね。そうか、過去に縛られているのはむしろ我らの方か。サスケ、よく気づかせてくれた。ありがとう。礼を言うぞ。
うん。え？お、うん。うう、照れてる照れてる。ま、そんなんじゃねえよ。